今日初めてその、まあ、トカチのクラブマン、トカチスピードウェイのクラブマン走るんですけど、まあ、先日までは全くサーキットも走ったことなかったんですけど、まあ、今日はスーパー GT に出てらっしゃる、まあ、平中さんも含め、あの、まあ、経験豊富な方々にいろいろ教わるんで、まあ、ちょっと自分の中では、まあ、ベストラップもしっかりなんですけど、まあ、まずは車を、まあ、しっかりこうコントロールできるように自分の走りを、まあ、探り探り、あの、段階踏んでやっていきたいなと思います。
何が正解なのかっていうのを自分で見つけて、はい、いけば多分すごいすぐものになるかな、はい、結局自分がここでブレーキ、ここでハンドル、ここでアクセルだよって口で言ってもある程度分かっても実際走り出したら全然それはすぐには無理だもん、はい、何回も何回も同じことをやればできるかもしれない、はい、時間がないからとにかく、はい、まあ、そこは、まあ、もちろんねブレーキングポイントとかさっきの動画とかみんな今日は教えるけどだけどやっぱ自分で掴んでいくのが一番早い、はい、それなりに 70% とか 60% で計測2周目に入りましたって言ったらそれからもうちょっとペースアップして
タックの本当の準備常に集中して集中して何周も何周も何周も走ってやっとタイムが出るとしてもいい。でもこう今言ったタイプの人の方が多いから。でも本当の意味の一発アタックってそれだとタイヤが一番いいところって終わっちゃってるから、はい、それだとあもったいないんだ。タイヤの一番いいところを外しちゃって最後の方でタイムが出るっていうのは本来であればもっと出る。だらだらずっと走るっていうのは、ね、何周目に自分の集中を持っていくとかっていう練習が必要なので、それができれば上位予選順位を取ったり。タイヤのそのなんか一番いいところっていうその感覚っていうのはやっぱり最初は全然わかんない。タイヤね、タイヤがあって地面に設置してて初めて走るから、だからそのタイヤのグリップをまず感じ取れないと、じゃあどこが一番いいグリップなんだろうっていうのは分かりにくい。まあ実際の今回初めて乗ってるし、新品タイヤも経験してないし、だからそれ分かんないのはもう当たり前で、これから先に新品タイヤを1セット使いました、2セット使いましたって言って徐々にそこが、あ、これが本当新品グリップの新品のグリップなんだっていうのが多分分かってくると思う。タイヤのそのグリップの限界っていうのはやっぱりそのコーナーの出口に持っていけれたら一番おいしい。グリップの限界っていうのはいろいろあって、ブレーキングの時っていうのはまず縦に集中して掴む。でブレーキを離していくね。離していくと荷重がこういう姿勢になっているのがこう戻ってくる。そうすると縦に使ってたグリップっていうのがちょっと抜けてきて、で今度そうして走行しているとコーナー曲がってくる。ハンドル切るじゃない。そうすると車ってこうロールしていく。で初めて横のグリップが使えてるんだよね。そこをうまく使う。ブレーキングフルブレーキしてる時にハンドル切ったってもう縦にブーンって 100% タイヤのグリップを使っちゃってるから、はい、曲がらないよね。曲がる。だけどブレーキをリリースその離していくことによってその縦に 100% 使ったのが抜けるから抜ける。だからその抜けた分だけ今度は横で使える。それはコーナーの進入はフロントタイヤだけど、今度は逆に加速の時はリアタイヤになって、その縦、まあリアタイヤの場合ってハンドル関係ないから、まあ、ちょっと難しい話になるんですけど、だけどもう完全にフルロールしてる状態でアクセルバチンと踏んだらギアが滑っちゃう。まあそれはその今言ったブレーキング時にハンドル切るのと一緒で、だからリアタイヤで縦と横をうまく使う。